みなさんこんにちは。関西のおばちゃんの横ガーデンです。さあ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 、春がもう到来して、ちょっと暑い日も続いておりますが、もうね、冬にお世話になったお花がどんどん後退しております。ちょっと物悲しい気持ちにもなってましたが、だんだん切り替えることができました。さて、ラベンダー、もうね、蜂さんがね、チュン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 ね、あの花粉をね、取りに来てますね。ね、いいですね。しっかり色づいて、もう真っ黒い、黒に近い紫です。はい、今回はこちら、しっぶ、お花も咲きましたよ。手まり下つけのリトルジョーカーです。小さな悪魔っていうんでしょうか。これもう3年目かな。これはマジおすすめ。冬になったらね、ナイロちょっと赤っぽくなって、ちょっとまあ葉っぱ落ちたりするんですけど、丈夫ですよ。これね、モルタルハウスの後ろにね、置いてみました。お花をちょっと近づいて見てみましょうか。小さな小さなお花です ね、ちょっと今日、天気というか、ちょっと揺れますよ。いきます。ビヨーン、かわいいね。ちょっと薄いピンクって感じでしょうか。で、葉っぱは銅葉です。おすすめ。今売ってんかな。そんな感じで、ヨッコガーデンではこの手まり下付けがいい仕事をしております。はい、で、このモルタルハウスの横にはちょっとね、死にかけてたヒューケラ、ここまで蘇って、元気になったので移植しました。これをね、屋根とリンクしていいかななんて。で、これはキノコです。はい、眠っていたね、木や花がね、だんだんこう、私の出番でしょうかなんてね、言ってるような気がします。はい、ここまで見てくださってありがとうございました。手まり下付け、リトルジョーカーでした。ちょっと影のお届けですが、わかりますかね。ではでは、ここまで見てくださってありがとうございました。またねー。